さあウィナーサイドのガマは2ライフとなっています、はい、3試合選手1回までは落とせる。テクニック騒ぎとしてはまずは3試合選手してリセットに持ち込まないといけません。あ、EX アロー、うん、ガード硬い、崩れませんが徐々にラインは上がっていく。前に出てきますがここもコパンで止めている。エクスパイから遅らせ打撃、さ垂直中大、まずはガマキャミーが1アンド、冷静ですね。ですね、ストライクが刺さる、そしてリフトコンビネーション、ここ中盤で落としていきます。空中ヒットから追撃してブリバサル、これはあと繋がっていない、後ろ投げ、お互い投げ返していく。中央シャドウ EX シャドウ、草薙絶妙な位置をキープしていく。クーリアン入れ替えて、またもや画面足へ、フラワーキック、中央シュンプ下がっていく、中央シュンプ、さあ桜の間合いをキープし続けてラウンドを取り返しました草薙。草薙フルゲージ、対するガマは2ゲージ抜ける、まずは1ゲージ入って置き攻めを仕掛けに行きますが草薙は崩れません。中足、ここは無敵技の読みは読み勝っていく、立ち木をキックかしか打った弱系 EX を出すぞ、ここもすごい、まあ、今度は返していきます草薙、返しだ、桜落としから置き攻め、上から仕掛けるが、ここは強化スパイク入れ替えて、立ち木を効く、天行波動、ガマは下がりながら間合いを調整していきます。草薙は体力ビハインド背負っているので攻めなくてはいけません。大きいが刺さる、まずはガマが1セット先取していきます。いやガマ選手の動きも切れてますね、冷静でしたね、体力リードしているのでどこかで草薙が前に出てくるだろうというところ、はい、まあ、大きなタッチシュパンチが刺さる、さあまずは1セット先取ですね、冷静に冷静に、はい、おそらくトリガーは変更はしないような気がしますがどうなんでしょうね、うん、やっぱり発動中にストライクなどの上からの攻めに対して強化勝負権の無敵で迎撃できるというのが狙いとして、1試合目は多分今インストール中なんで、よしっつって、なるほどね、こうだろ、こう来て、こうだろ、よしっ見えちゃった見えちゃったね、まあ、そうでしょうね、そうなりますからね、実際確かその上からのがやっぱ嫌ですもんね、キャミーは。そうですね、さくらはやっぱ対処が、まあ、しゃがみ強パンチの体格がメインになりますから、まあ、翔剣も前に判定が出はするんですけど、はい、無敵がないので、そっかそっか、早出しの対空のみですし、やっぱストライクのタイミング依存になっちゃうので、うん、とはいえやっぱ地上で結構ガマ側はそうですよね、リターンを取っていたので、フーリガンとかも結構機能してましたからね、はい、上に下にと振られて結構そうやっぱ球を抜けてくる EX、ね、スキルトリガーは変更なしですね、はい、スキル1トリガー2と、一試合一試合大事にしています。さあ見ていきましょう。さあ第2セットガマがリードしています。シュンプ足にまで押していきますが、おっとこれはチャンス、直前にガードして漏らさせましたね。中足アローで入れ替えて打撃、草薙はしのぎます。空対空下がって中足リフトアッパー対空で、今度はガマのターン投げて、あ強化ストライクが匂うので対空を出すのは少し難しい。これでトリガー終了しました。草薙が今度はトリガー、そしてフルゲージ持っている状態、1ゲージ入って密着の攻め、
弱弱から王家客強化証言、弱攻撃のリターンが合うこのトリガー2、ここで機能させていきます。お互いほぼゲージ置きは5分。この第2ラウンド弾抜けを狙うような屈伸を見せていく。我慢、上から仕掛ける、これは飛びが通っている。あ、クロススティンガーアサルトまで。ジャケ下段からまとわりついてくる、ここは読み勝っている。中大スパイク、ここで取り返していきます。我慢、これでファイナルラウンドへ。ゲージ差は1ゲージ半ほど開いていますが、そこまで大きな差ではありません。カウンターから置き攻め、遅らせの中パンチ、草薙は後ろ下がりでしのぎます。ハードに対して飛びが通る、ここの置き攻め、投げはバックステップ、ママシュンプ、ここはどう攻めていくか、ここは打撃が通る。証券シフトブレイクまで、草薙これでトリガー使用可能、そしてクリティカルアーツ使用可能な状態になっています。波動、ここも波動、 EX 波動1ゲージ吐きました。フーリガンスライクから攻め込んでいくのは我慢、大きいが刺さる、分かった、中足下がって、さあ無理はしない動き、空対空、さああとは小づくだけ。草薙はこのドットの体力守りきれるか、投げて EX 作動、ガマは手堅く下がっていく、そしてここで空振りに対して強化アローで差し返す。これで2セット連取はガマのキャミー、うん、さあもぎ取っていくのか、これはなかなか手堅いですね。手堅いですね、落ち着いてますよね、硬いしっかりと有利な状況で下がってますからね。そうですね、うん、発動カンニング気味の差し返しみたいな感じでしたね、さっきのそうですね、最後、うん、そうですね、あの下がっての距離をやっぱ取られると球抜けるぞのやっぱプレッシャーもありますしね。そうですね、要所でやっぱ屈伸して球抜け、ハードコマンド仕込んでるので球も打ちづらいですし、そうですね、しかも中央で抜けられてしまうとやっぱ置き攻めもですね、端背負わせての端を背負ってる状態での球抜けとかは、まあ、画面が入れ替わるのでまあまあまあって感じだと思うんですけど、うん、ここでまたインターバルを通ると、確かにこれはもう落とせないですか、ね、3セット練習しないとリセットにたどり着けませんからね、こっからですからね、この後はインターバル取れませんからね、自ら、そうかそうか、自分の間でね行っていただきたいですね、草薙選手1年間の今研鑽を多分思い出して、なるほど、鼓舞してると思いますけどね、どんな感じでやってますかね、えどんな感じで、あ始まりましたね、あいすいませんひどい振りでしたね今のおい、さあなんかすいません、 2-0 で迎えました第3セット。草薙としては少し前のめりに取りに行かなくてはいけません。ガマとしてはこのまま決め切ってしまいたい。チアシュンプ、ここは暴れていく、かなり攻めっ気を出してきましたね、うん、おフォロー、 EX アロー発動、飛びからリフトアッパー投げて、さあ橋の攻めが始まる、草薙なんとか入れ替えました、 EX 波動発動、強化ストライクが刺さる、決まった、オクラス打撃、無敵技をケアするような動き、そしてやはりここでまたガマが下がっていくという展開、
ストライクもしっかりと足元踏んでいる。大きいが刺さる。このステップを咎める動き、追いかけたらこれだ。再三草薙の体力奪っていきます。これでトーナメントポイント、ガマキャミ。さあ草薙としては攻めたいが、そこを刈り取りに来る動き、おっと顎跳ねタイク、大きなリターンになります。入れ替わってしまう。前に詰めていく草薙、それをさばいていくが、まあストライクから大き攻め、投げ抜けて逆中アロージャケ、立ちこキックはここのタクは読み勝ちます。草薙仲間渡りが発動して強化ストライク、これは若干当たり方が浅いが、2段目はしっかりとヒットさせていく。お互いフルゲージ、必殺の火力を持ち合わせていますが、ここは中出動、硬い。お互い一撃が当たれば、これはこれでいったのか。ここ一番でしっかりと対空迎撃から災害火力を出していきました。草薙がなんとか次のラウンドへつなぎます。しかしゲージ差3本と大きく開いている。ガワは依然とトーナメントポイント。打撃が通る。これは苦しい展開、無敵技でも切り返せない。ここはなんとか返して、ステップ2回、ここもとがめていく。体力がもう3分の1。 EX アドバースをバックジャンプ、これは V リバーサルを読んだ動きでしたか。踏み込んでいくが投げは抜けている。スカマは3ゲージ、これ怖いな。リーサル、リーサルが見えている状況。1ゲージ入っていく、投げて中押し、さあチャンスになる。しゃがみ強パンツをハッと出ない。投げて EX サド追いかけていく。執念の投げ、踏み込んでいきました。草薙5回を投げましたか。再三沖の打撃で踏み込みを咎められていながらも、今の状況もしっかりと踏み込んでいきましたね。すごかった。なんかあれですね、本当に負けられないんだっていうのを感じたよね。はい。さあここで今度はガーマーがインターバル取ると。執念の投げを見ましたね。確かにあそこでもう一回来ると思わないですよね。そうですね、あそこで間合いを詰めてくると、いやこれは、まあ、でもガマも強化ストライクが出ていれば全然展開違いそうでしたね。画面足入れ替える際に。あですね、だからこっからガマ選手はここでもし次落としてしまうと逆に飲み込まれてしまう勢いもありますもんね、うん。まあ、でも結構なんでしょうね、草薙側も、うん、その一点読みというかそのリターンの高い読み合いを、はい、リスク背負って仕掛けに行ってますからね。まだ状況的にはガーマが有利かなと。そう、ガードも硬いし、どうにか崩していくしかないですもんね。そうですね、思い切って今みたいに投げてみたりとか。ただそれを見せたんで次は通るか分からないですもんね。そうですね、どうなるんでしょうか。さあ依然リーチをかけているのはガーマと、うん、なっています。中足旋風、おっと天行が噛み合う。ナイス天行、投げを誘っている。振り子からの強勝。しかしここは状況確認からアロー、そして投げて画面状況を入れ替えていきます。旋風着地を刈り取って、あガマの画面端の攻めが始まる。うわ打撃、ここでスタンまで持っていく。あっという間の出来事、1ゲージ入って倒しきる。再びトーナメントポイントはガマ。第2ラウンド、さあ綿をやくさなぎは後がない。これはアローで天行に確定を取りに行きましたが間に合いません。飛び
が通る、通っちまった。奥攻め、バックステップ、ここも飛びが通っている。スタンリーチ我慢している、まあ、もらえないぞ。ルリバスル、スタンチは回復しましたがトリガー発動が大きく遠のいてしまう。ハロー、バックステップ、おっとこれはチャンスになるか。バックジャンプ、立ち回りに戻る、ここだ。あ、ガマが決めきるか、草薙がこじ開けるか、落として、チラシ、タッチキック、もう何も被弾できない。上から仕掛けるが、ここでリフトアッパー、決まった。カプコンプロツアー2021中米西大会1位優勝はガマ選手になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。